県市原市のチャンピオン鈴木健二さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではキャッチフレーズを水森さんお願いいたします。はい、歌よ届けブラジルへ、はい、実はこの鈴木さんブラジル生まれの日系人なんですね。10年前におじい様とおばあ様が生まれ育った日本で暮らしたいということで来日されまして、はい、現在はお母様と一緒に千葉に、はい、千葉で暮らしてらっしゃるんですよね。はい、千葉で、はい、今日そのお母様がね客席にいらっしゃいますんで、はい、森さんご紹介お願いします。はい、こちらお母様の沢子さんです。ステージの息子さんに一言エールをお願いします。今日はあの皆様の心に伝わる歌を歌ってください。健二頑張って。いや元気もらいました。さあ、そして鈴木さんのもう一つの元気の源がこの富士山の写真で、自宅に飾ってある写真だそうで。はい、飾ってあります。どうして富士山なんですか？ブラジルに渡った、うん、日本人にとって、はい、富士山は、うん、ふるさとのシンボルです。はい、辛い時、苦しい時、心の支えになってくれるものです。移民された皆さんの支えであると、はい、さあそれではですね、鈴木健二さんにはこの歌を歌っていただきます。見返り富士です。どうぞ。はい、お願いします。ブラジルへ移住した日本人の心を描いたこの歌は鈴木さんにとって大切な一曲です。今夜はテレビを通してふるさとの人々へ届けます。帰りに手をもぐのは花咲く春の富士の山。仕立てたという人の節くれだった、あの手と怒り方思い出すんだ。無骨な我が祖父を頑張って歌いました。さあそれでは好評をミッツマングローブさんお願いしてよろしいでしょうか。はい、はい、まあ、専門的なことはね私ちょっとわからないんですけど、今日はもう出場者おのおののこうコンサートに来てるっていう私のこう心の中の設定でこう拝見させていただいてるんですけど、鈴木さんの歌も本当に最初の1音目からさっとこう鈴木健二来日コンサートみたいなNHK ホールみたいな、でもお衣装とライトのこのグリーンのこう感じがすごい綺麗でしたし、であの重厚な演奏、あのバンドの音をこう鈴木さんの歌声がこうグイグイ引っ張っていってるようなそんな感じがしてすごい引き込まれました。ありがとうございました。はい、お衣装ブラジルカラーでね今日は歌っていただきました。千葉県市原市のチャンピオン鈴木健二さんでした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。さあ続きましては福岡